皆さんこんにちは。今回はリースパンを作ってみました。まずはいつも通り生地練りからスタートです。生地の硬さは普通くらい、練り時間は10分ほどかかりました。生地が8割ほど練れたところで3等分に切り分けてください。3等分に切り分けたら、それぞれの生地に具材を混ぜ込みます。まずはいちごパウダーとフリーズドライいちごを混ぜ込みます。いちご生地が練れたら今度は抹茶生地を仕上げます。抹茶生地を仕上げたら、最後にプレーン生地を仕上げます。3種類の生地が練り上がったら1次発酵です。30度で60分発酵させてください。1次発酵が終わったら、ガス抜きをしてください。ガス抜きをしたらそのまま丸め直します。今回は分割はなしでベンチタイムです。10分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。まずそれぞれの生地をドップ状にしてください。ドップ状にできたら今度は20センチほどの長さに伸ばします。ここまでできたら5分ほど生地を休ませてください。5分休ませたら今度は生地を30センチほどに伸ばします。それぞれを伸ばし終えたら三つ編みに成形してください。三つ編みにしたら最後に輪っか状につないでリースっぽくします。ここまでできたら2次発酵です。30度で30分発酵させてください。2次発酵が終わったら生地の表面に牛乳を塗ってから焼成です。190度で17分焼いたら完成です。